雨が強くなってきた。どうなっちゃって、誰が僕の傘を持っていったんだ。あ、へっ、仕方ない。へっ、シュークリーム、のび太くんのだったの？ドラえもん！遅かったね、のび太くん。僕のシュークリーム、知らない？知らないけど、うん、おかしいな、ママが食べちゃったのかな。それより、どうしてそんなに濡れてるの？傘持ってったでしょ。そうなんだよ、誰かが僕の傘持ってっちゃったんだよ。ママが大事にしてた傘なのに、また怒られちゃう。雨が止むまで学校で待ってればよかったのに。だって早くシュークリームが食べたかったんだもん。そうか、うん、それより傘をなんとかしなくちゃ。そうだね。うん、さっきからなんか変じゃない？全然変じゃない。あ、そうだ、探偵花。のび太くん、これを使えばママの傘を見つけられるよ。こんなので？よく事件の匂いがするって言うでしょ。それをつけると名探偵みたいに推理力がついて、どんな事件でも解決できるんだよ。本当？よし、どう、のび太くん？何か匂ってきた。これはもしかして、お、犯罪の匂い。傘を持ってった犯人が分かったの？ドラえもんくん。え？違った。右側の一番下のヒゲが濡れてるね。え？いや、濡れてるんじゃない。何かがついてるんだ。滑らかなクリーム状の。これは、それともう一つ、どうしてずっと座ってるのかな。道具を出すときだって座ったままだった。そう、その場所にきっと何かが。僕のシュークリームを食べた犯人は、君だ。ごめんなさい。だーい、どいよ、どいよ。罰としてドラえもんには僕の助手になってもらうからね。はい、絶対に犯人を見つけてやる。ねえ、何してんの？あ、のび太、お前も探すの手伝え。探すって何を？ジャイアンがね、僕の買ったばかりのゲームソフトなくしたんだよ。僕から無理やり取ろうとするからだよ。ったく、ジャイアン、絶対見つけてよ。わかってるよ。ほら、のび太、早くしろ。困るよ、僕もママの傘を探さないと。あ、のび太くん、探偵花を。あ、そうか。なんだそれ。おい、のび太、遊んでる暇があったらさっさと探せ。匂うぞ。何が？ゲームソフトは薄い四角形。もし落としたとしても、ボールみたいに転がるようなことはない。なのにどこにも見つからないということは、誰かが隠しているとも考えられる。俺は隠したりなんかしてないぞ。スネ夫くん。なんだよ。どうして後ろのポケットに手を入れてるのかな。ゲームソフトを落としたとは真っ赤な嘘。犯人は君だ。一体どうしてそんなことを。だってジャイアンに貸したら帰ってこないんだもん。スネ夫、お前ってやつは。うわ、一体一体してやる。一体僕の傘を持ってったやつは何が目的で。それは雨が降ってたから。泥棒で。え、そこの魚を盗まれちまってよ。変な泥棒だぜ。でかい方が値段が高いってのによ。小さい魚をね。のび太くん、何かわかったの？
なぜ犯人は大きな魚ではなく小さな魚を盗んだか。なんでだい。それは小さい魚の方が持ち運びやすかったからです。犯人は野良猫だ。マベン泥棒猫め。泥棒猫。シュークリームのことは悪かったよ。機嫌直してよのび太くん。それよりママの傘を持ってった犯人を。それが傘のことを考えても全然匂わないんだよ。大丈夫、悪いことには絶対匂いがあるはずだから。匂ってきたぞ。のび太くん、こっちだ。すごい人だかりだ。見えないや。あの、すいません、何があったんですか。ああ、現金輸送車が強盗に襲われたらしいよ。はい、何でも運転手が輸送車を離れた瞬間に強盗が車で突っ込んだって話だけど。その犯人は慌てたのか、お金を取らずに車を置いて逃げちゃったらしいよ。いいぞ、どんどん匂ってきた。あのね、こういう大きな事件は警察の人に任せて。ああ、ちょっと、ジュースによるシミがある。あ、なんだね君は。犯人はまだこの近くにいるかもしれないんだ。早く車から離れなさい。待ってください。この運転席を見ておかしいと思いませんか。おかしい。運転席のシートにこぼれたジュースの跡、おそらく車がぶつかった時にこぼれたはずなのに、なぜシートにこぼれているのか。どこがおかしいと言うんだ。ジュースは犯人の足にかかるべきなんです。それがシートにこぼれているということは、つまり運転席には誰も座っていなかったという証拠。さすがのび太くん。うん、こっちから匂うぞ。誰も乗ってないのに車が動くはずありません。もし動くとしたら坂道を下ってきたと考えられませんか。なるほど。すいません。うん、あの、それは…ああ、これ、車止めのストッパーだよ。車のサイドブレーキが壊れてね、ここに止めておいたんだけど、修理屋さんが持って行ったのかな。うん？ああ！あれは俺の車じゃないか！なんであんなところに！詳しくお話を聞かせてもらいましょうか。誰かがいたずらでストッパーを…いや、そうじゃない。違う匂いが近くから、あれだ。おかしいな。探し物はこれですか。え、あ、よかった、それを探していたんです。どういうことなの、のび太くん。簡単さ、台車が坂道を下っていってストッパーを外してしまったんだよ。なるほど。しかし、なぜ台車が坂を。あの、台車はどこに置いてあったんですか。あそこの一段上がったところだよ。いつもは中まで台車で運ぶんだけどね、今日は床の修理をやっていたから。その時何か変わったことは。いや、特には。あ、ただ入り口のそばにつながれていたお客さんの犬がすんごく吠えたんで、ちょっとびっくりしました。きっとこういうことです。犬に驚いた時、置いてあった台車に体がぶつかったんでしょう。なるほど。それじゃあ犯人は犬。いいえ、台車がなくなった時、他に何か気がついたことありませんか。あ、そうそう、お客さんの自転車が倒されてるって誰かが文句言ってたな。そうか、犬は止めてあった自転車が倒れたから、それで驚いて吠えたんだ。でも一台倒れたぐらいでは犬もそんなに吠えないはず。で、止めてあった自転車が将棋倒しのように倒れたから。ということは。わかりました。犯人はこのお店の前に止めてあった一番端の自転車を倒した人間です。おー、自転車を倒すなんてひどいやつだ。絶対に犯人を捕まえてやる。匂う匂う、すごく近いところに犯人がいる。犯人は。どうしたの、のび太くん。おかしいな、すごく匂うんだけど、どこから匂うのかわからないんだよ。のび太さん。しずかちゃん、これ、あれ、ママの傘だ。どうしてしずかちゃんが。
ごめんなさい、私の傘と似てたから間違えちゃって。あ、そうか、悪いことをしたわけじゃないから匂いがなかったんだ。なんだ、知ってたらわざわざ雨宿りなんかしなく。おお、そういうことか。え、いよいよ犯人が分かったんだね。おお、それで犯人は、犯人は、うんうん、うん、ん？ん？